な家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。皆さん、今年どんなメダカに力を入れてましたか？はい、これコメント欄にぜひ、まずこれぜひ入れてくださいね。これ動画全部見終わってからですよ、で私は人の好みってどんどん変わるじゃないですか。でもまあ私の場合は今年はまあ割と違うことやってたんですけど、メダカ飼育始めて2年目ぐらいからはずっとね、8年9年近くやってました。同じの光だるま、これ光だるまが大好きだったんですよ。で今でも好きなんですけど、やっぱねいい個体ができるとすごいテンション上がる。その間に新しいメダカっていうのは次々出てたんですけど、あんまり欲しくないんですよね。あんまりっていうかもう全然興味が湧かなくて、ほぼメダカをなんだろうな、年間1回買うか買わないかみたいな状態が本当に5年ぐらいは絶対あったと思うんですよ、連続で。で本当にまあみゆきとかは飼育してたんですけど、ラメみゆきとかね、あの辺まあ昔ですよね、その辺は飼育してたんだけど、なんだろうね、そのコレクション的にっていうかいっぱい種類を集めようとかっていうのがもう全く当初からなくて、ずっとね光透明輪の光だるま、ここばっかりもう追い求めてっていうか追求していったんですよね。最近はなんか割と他の何種類もなんかかっこいいなとかって思うんですけどね、なんだろう、人の好みってやっぱ変わってくるんかななんてね思うんですけど、今一番好きなこの上の方っていうかもうトップの方は桜花はすごい綺麗だなって思いますね。やっぱなんかいいですね、高級感がある。なんだろうね、3色じゃない紅白のラメっていうのがなんかシンプルでもあり、すごい美しさがあり、なんだろうね、大きいサイズになるとこの大概こうが乗ってくるタイプとかもものすごい綺麗ですね。自分の中で桜花って、まあ、名前もいいしね、名前も好き、合ってるなって思いますね。名前とそのメダカの体色とのこうね、マッチしてると思います。どうなんだろう皆さんどうですか？なんかあります？そういう自分はこういうメダカ好きだよって、名前も好きだしみたいな、ハマってるというかすごいこうインパクトがあるのはまあ多いですけどね、割と。だけどなんだオロチとかね、やっぱいまだにみゆきとかその辺のマッチしてるよねって感じ、体色と、すごいいいなと思いますね。なんか変わってるなと思ったのが最近だと忘却の翼とかね、ちょっと笑ったのがサバとかね、サバの極み、あの辺は最近ではないか、もうちょっと古いね。あとなんだろうね、あとはまあちょっとグッピーっぽくなってきて、リアルロングフィンとか、ああいう横文字でもない、横文字か、マリアージュとか、あの辺がまあちょっとエレガントな感じになってきましたか。どうでしょう、まあ、そういう話です。皆さん好きなメダカ、ハマってるメダカ、もしよかったらコメント欄によろしくお願いいたします。ではメダカ族どうしたぴよよんドロンします。